もううまくないですか。もう最高です。どうも、料理の上さんりゅうすです。今回はですね、皆さん、ボロガでございます。皆さん、僕ね、いつもコラボっていうと、コラボ相手のハイボールさんですとかやってるんですけども、今回ちゃんと人です。しかもですね、皆さんもご存知の方なんじゃないかなと。はい、料理がね、うまい方に来ていただいたんですけども、紹介してもよろしいでしょうか。こちらの方でございます。いやー、キャニー、リュウジ君とここに出ると自分でもこんなドキドキするもんだと思わなかったね。ルーズイッチの入れ方がね、いきなり喋りだと声がでかかった。びっくりしたのよ。いつもあの最初はテンション高めにって言って、その後酒飲んでダラダラとする、ダラダラとする、その動画も何回か見ましたよ。この間ね、レシピ本大賞というのを ね、はい、私アンバサダーさせていただいた時に、リュウジ君の本が見事、はい、取りまして、ここにありますけど、そのレシピ本大賞を取ってる人に俺の本の料理を食べてもらって、いやいやいや、うまいって言わせたら俺の本が売れるんじゃないかと今日来ました。俺もう見させていただきました。あ、本当？僕肉大好きなんですよ。見たらもう、うまいだろこれみたいなレシピが目白押しだったんで、今回は見させていただいて、はい、レシピトレードっていうような企画で、うん、天野さんの料理を僕が教えてもらいながら、レシピ本大賞の大賞だよ。俺が教えることは何もない。いや天野さんのチャンネルでは、うん、僕が天野さんに僕のレシピを作っていただくっていう、もうね、俺もね、今回のためにしっかり読んだらね、はい、普通の料理本で載ってないのが7割ぐらい。料理工程も含めて、はい、これは珍しいなっていうのが多かった。 ありがとうございます、うん、今回は天野さんの、はい、まあ、肉レシピ100からですね、僕がこれがいいって言って選ばせていただいたものなんですけども、はい、まあ、これからね、正月過ぎて、はいはい、やっぱお餅が余るっていうことで、うんうん、お餅グラタン、僕もお餅のレシピあるんですけど、餅でグラタンを作るっていうのはあんまりないレシピだったんで、はい、余った餅もこんな感じで使えるっていうのをちょっと、うん、あの教えていただきたいなと思って、はい、今日は天野さんに教えてもらいながらやっていきたいと思います。お願いします。リュウジのバズレシピ。じゃあ天野さん、うん、今日の材料について。わかりました、リアクションも含めてこれを選んでもらってよかったですよ。あ、本当ですか。あの、ものすごい暑いですから。まあ、お餅、これは切り餅で、今最近はね、小分けとかになってると思うんですけど、はい、本当に硬いのなんかは逆にあの水でちょっと戻した状態でまたやってもらってもいいと思うんですけど、うんうん、切り餅を用意しまして、はい、あとは顆粒のコンソメ、はい、あとは牛豚、合いびきですね、はい、チーズと、はい、これはあのダイス状に切ったトマトなんですけど、トマトソースでもいいし、はい、ホールトマトをザルでこしても大丈夫です。きのこ、これも各種何でもいいですね。じゃあ今回はしめじとエリンギですけど、なんか他の、うん、キノコでも大丈夫。あの、えのきとかマッシュルームとかでももちろん全然大丈夫です。いいですね、はい、あとはまあ玉ねぎ、はい、これはまあグラタンなんで玉ねぎ入ってるものがいいかなと思うと、はい、あと香り付けのニンニクを入れて、はい、はい、材料はこれでございます。ます私が教えてもらいながら作っています。はい、はい、お願いします。はいはい、それではですね、早速やっていきたいと思います。はい、もうあのチャンネルだと飲みながらやりますので、はい、じゃあ乾杯で。はい、乾杯で。ありがとうございます。すごいよ、このグラス。これでもうパワーフル充電されます。まずはじゃあソース作りましょうかね。ソースね。ニンニクを剥いていただいて、ニンニクを剥いて、悪魔のレシピバージョンにするなら、うん、はい、もうあの部署で。あ、部署で。すいません、よく見ていただいて。僕の場合はこうやってパンと叩いて、もうそれでいいです。いつも僕麺はね、癖で取っちゃうんですけども。いやいや、取った方がいいですよね。刻んでいいですか。はい。この間のレシピ本の時に聞いて俺が一番驚いたのは我流なんだよね、全部。あ、我流ですか。それがすごくない？いや天野さんでも我流。我流っていうかレストランみたいなところは2年ぐらいは。あ、本当ですか。うん、僕3ヶ月だから多分歴が長い。基本的にもうゼロゼロでやってるので、こいつができるんだと俺もできるだろうみたいな感じに思ってくれる方が多いと。これはちょっと粗みじんにしちゃいましたけど、はい、じゃあこれはこれで OK、 これでこれで OK、 薄めに切っていただいて。あ、スライスで大丈夫。はい、スライスで大丈夫。わかりました。ちゃんと玉ねぎの向きね、あの変えるときにさ、こっちの切りやすい方にしちゃうとさ、結局また高いところが残っていっちゃうね。そう、天野さん料理がすごいお上手なので、いつも普通にやってるのをあの解説してくれるのが嬉しくもあり恥ずかしくもあり。そうめんの短冊、はい、じゃあこれこう切って、はい、あ、それでこんな感じで大丈夫。それが最高です。わかりました。まあ短冊な感じですね、こんな感じですね、うん、はい、
構これでも食感残って美味しそうですよこれね、うん、はい、これをたっぷり使うっていうのがいいですね。そうです、食感もあって味もありますもんね、しめじも軸切っていただいて、はい、うん、もうでもほぼそのままいってもいい、このままいっちゃう感じ、はい、まあでもあのエリングと合わせるんだったら、ああちょっとね、こんな感じですね、多分ね、はいはい、ほぐしていただいて、はい、ほぐしてこれは野菜切りました、はい、次の工程に行かせていただきます、はい、これはもう油引いていただいて、オリーブでも、はい、オリーブ何でもいいですよ、まあ、大丈夫です、はい、大さじ1大さじ1大さじ1ぐらい、そのもんこんなもん、はい、はい、あ最高、はい、まずはニンニク、ニンニクちょっと炒める感じです、はいはい、最初中火ぐらいですね、はい、あこんな感じで、ひき肉じゃあ先入れていただいて、はい、これミートソースを作るような、そんな感じです、そんな感じですね。アロンさんはじゃあ、うん、普段もご家庭とかでは結構されてるって感じ、あそうね、子供の方をね妻がやっておりますんでですね、私あの自分の昼飯とかそんなのは全然自分で今作るし、 あと子供たちと早く帰った時なんか作ったりします、ね、はい、じゃあもうこれはご家庭でアロンさんが作るっていうのをこう本にしてるような感じ、うん、それこそこのトマトソースなんか、はい、子供たち大好きなんですけど、玉ねぎと、はい、ピザに近いのかな、グラタンって言ってもなんかクリーム系がないですね、そう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 、最高だねこれ便利だね、これ便利、これで玉ねぎがちょっと透明になってしんなりしたらですね、じゃあちょっと僕このキノコの香りで飲んでいいですか、さあこの課題で大丈夫です、はい、皆さんこのしなっと感ですよ皆さん、ええ、これ覚えてくださいねこれもうこのまま入れちゃってください、このままで大丈夫ですか、はい、これね、あどれぐらいですか、あ全部入れちゃっていいですか、全部入れちゃった、はい、トマト、これはカットトマトの方がいい、カットトマト、はい、まああのどうせホールでもこうこしたりね種があれですけど、あそうですね、潰したりすればダイスの方がまだトマトの食感とかもまだ残ったりとかしてるんで、はい、ここに顆粒のコンソメも入れて煮詰めていただきますか、ちょっとこれして、はいはい、大丈夫です、はい、ゆうじ君のはだから例えば味の素であるとか、はい、もういろんな調味料出てくるよねその方があんまりやらない方にとって簡単かなっていう、そうだよね、俺もねだから白だしだとかすき焼きのタレとか、はい、寿司酢とかさ、もうちょっと合わせた状態の調味料よく使います、はい、ああ、まあ、ひとまずソースは完成なんだけど、チーズも入るっていうぐらいの感覚でちょっと味見してもらっていいですか、ああ、わかりました、餅も入りますよね、ちょっとじゃ あお願いします、軽く塩コショウです、はいはいはい、これでソースの完成ということでございます、はい、4分の1ぐらいにカットできるかな、4分の1ぐらい、うん、まあ、スリットが入ってるお餅なんで、うん、僕はあのなんかあんまり包丁使わないタイプなんで、じゃあこれで大丈夫ですか、むしろそっちの方がいいかも、あ本当ですか、ね、うん、ちゃんと4等分になる、うん、これをねちょい先にね甘焼きしたいんだね、どこが合ってるか知らないけど、うん、トースターでちょっと、じゃあ3、4分やってみようか、はい、これはあの温度とかありますか、200ぐらいでいいと思います、200で、はい、ぐらいで大丈夫ですか、はい、じゃあ3分やりましょうか、はい、この焼きっていうのは柔らかくするっていうところですか、あこの上にまたソースかけちゃうと表面が硬い部分が残っちゃうんで、はいはい、やっぱりちょっと餅の状態にしてからかけた方が全体的になるっていうところです、なるほど、ちょっと下茹でみたいな感じですね、そういうことです、まさにそういうこと、わかりました、あでもちょっと表面がこれねぷっくらしてる、白餅で4点ああいい感じいい感じいい感じ、あこの微妙なところを見極めて、あっ膨れてあっ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 あいいねちょっとこれこのクリームチーズみたいな、うん、ふっくらした感じでなんかお好きな具合に入れちゃって、うん、並べて、はい、先ほどの、はいはい、トマト、はい、じゃあこれはもう半々ぐらいで大丈夫ですね、はい、あいいね、たっぷりめでもいいですよ、これはまあじゃあソース余すとこなくやっちゃっていいですか、はいはい、はい、大丈夫ですか、もううまくないですかこれはもう最高です、こんな感じで大丈夫、はい、これでさらに焦げ目がつくほど焼いていただける、焦げ目がつくほど焼いて、じゃあこれをちょっと、はい、焦げ目がつくまでって感じで、はい、この本ね、うん、僕も見させていただきました、ありがとうございます、はい、間違いない、今回はね時期的なこともあって餅グラタンにさせてもらったんですけど、はいはい、他食べたいなと思ったらちょっといいですか、はいはい、言ってどうぞ、豚チヂミ、これねこれこれチヂミもさ、俺何回か失敗したね、粉の量とか、あ難しいよね、意外に難しくないですか、そうこれなんすか、これこれね、とあるお店がありましてね、はい、中華のお店があるんですけど、はい、そこでね、出てる人気料理なんですよ、この名前はね、寺門ジモンさんがつけたんですよ、え
店の人からちょっといろいろ聞いたりなんかして、スペアリブの方もさ、揚げたりとかしてんのよ、茹でてトロトロにした後粉はたいて揚げたりとかしてんの、それがめんどくさいから俺流にしたモータグとカリカリスペアリブ。そうなんですね。めちゃくちゃ辛いんだけどね、本場のやつは。そうなんですね、うん、下の方もいい。わかったー、じゃあどうですか、いや最高でしょ。この感じでどうですか。リュウジ君、はい、あの最後の晩餐何食べたいとかさ、食のことで言うとさ、最後の晩餐俺1日考えて出なかったことあるから。あこれは料理研究家としていいかはどうか分かんないんですけど、うん、バニラアイス初めてでデザート言った人。レディーボー、レディーボーでもね、おー美味しい、大好きなんですけど、めちゃくちゃ濃いよ。あれにカラーチョコをもう玉のようにかけて食べるのが大好きなんですよ。あ、いいうわこれで、じゃあ仕上げにパセリをパラパラでいいです。パラパラで大丈夫です。やっぱね、赤と緑ってね、ね、クリスマスじゃないけどさ、ね、いいよね、イタリアンカラー欲しいよやっぱり、はい、これはよっ、おうちのよりうまそうにできた。チャチグラタン完成でございます。はい、それではできましたので食べていきたいと思います。いただきます。いただきます。美味しいお料理があるので、新しいの用意してるので、ちょっと待っていただいていいですか。そう、あ、分かりました。天野さん、すみません、ちょっとお見苦しいもの。巨大天敵みたいな。これはちょっと、どうしようもない YouTuber。チーズと、もうたっぷりなところ、いただきます。キノコがめっちゃいいですね。いや、あ、そう。なんか今日の方がうまい感じや。お餅がすごく完璧な柔らかさをしてますね、うん、あ、美味しいぞ。ちょっと待って、天野さん、天野さんの弟子ちゃん。本当にめっちゃうまいっすよ。トマトソースのニョッキっぽいような、そう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 、味がしますね。ニョッキだ、うん、トマトソースがめちゃめちゃうまいっすね。乾燥しすぎてたらやっぱちょっとお水つけて戻した状態でトーストすればかなり近いものに戻ると思いますね。グラタンなんですけどミートソースが立ってるので、うん、お酒に合うっていう。合う、合う、よかった。一回焼いてからちょっと柔らかくしてグラタンスタイルするっていうのがすごく参考になりますね、うん、本当に今日はお世話になりました。今日はありがとうございます。この肉おかず100、絶品肉おかず、はい、他のレシピも試したくなったので、これは僕のチャンネルでもやってますし、天野さんのチャンネルでも、ティアチャンネル、はい、ティアチャンネルでも、はい、公開させていただきますので、どっちも見てください。そうだね、はい、僕のチャンネルの方では僕がリュウジ君のこの悪魔のレシピの本の中から僕が作りたいのを言って、リュウジ君の前でのレシピを作るという、はいはい、どっちかというとそっちの方が僕は緊張します。いやいやいや大丈夫です。お願いします、はい、なのでよろしくお願いします。自分が作るご飯もうまいんですけど、うん、でもたまにこの味僕作れないなっていうのを食べると、なんかもう本当に感動してますね。なんかね、こういうやり方あったんだみたいな。そういう時さ、あれですか、厨房に行ったりとか、うん、はい、料理人さんに話を聞いたりとか。いやいやいや、なんかそれ恥ずかしいから。俺めっちゃすんだけど。あ、本当ですか。